こんにちは、野菜の日チャンネルです。今回はパリッとした香ばしいダッチブレッドを作ります。表面が虎の模様のように焼き上がり、2種類の違う食感が楽しめます。今回はプレーンタイプとチーズクリームを入れたものをご紹介しますので、最後までぜひご覧ください。まずバターをお湯に入れて溶かしておきます。容器に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れ、バターを溶かしたぬるま湯を加えます。カードで混ぜ合わせていきます。最初は生地が硬いように感じるかもしれませんが、混ざってくるとだんだんと柔らかくなっていきます。粉っぽい部分がなくなったら、容器の中で広げて、蓋をして15分置きます。15分後、生地を伸ばして畳んだり、切って重ねたりを10回ほど繰り返します。生地を容器の中心に寄せて、蓋をして2倍になるまで発酵させます。夏場は室温でも十分に発酵します。寒い季節は容器をお湯で温めて発酵を進めてください。生地が2倍に膨らんだら、粉を振った台に取り出し、ガス抜きをします。生地を何度か折りたたんで、6等分に切り分けます。切り分けた生地をそれぞれ丸めて5分置きます。チーズクリームを作ります。柔らかくしたクリームチーズに熱い牛乳を加えて混ぜ合わせます。クリームチーズが柔らかくなっていないと牛乳がよく混ざりませんので気をつけてください。よく混ざるととても柔らかい状態になっていますので、氷水で冷やして固めます。休ませた生地のガス抜きをしながら手で平たく伸ばします。半分は何も入れずにプレーンにしますので丸め直します。残りの半分はチーズクリームを包みたいと思います。伸ばした生地にチーズクリームを乗せます。生地の周りを中心に寄せるように包み、最後はつまんで留めます。生地を引っ張りすぎると表面の生地が薄くなってしまいますので気をつけてください。
天板に並べて乾いた布をかけ、暖かいところで2倍になるまで発酵させます。トッピングの生地を作ります。ボウルに米粉、小麦粉、塩、砂糖、ドライイーストを入れます。バターを溶かしたぬるま湯を加えます。よく混ぜ合わせたら、ラップをして、生地と一緒に発酵させます。生地が2倍に膨らんだら、トッピングの生地を塗ります。トッピングの生地も必ず発酵させてください。こんな風に膨らんでいるのが発酵の目安です。ハケやスプーンの背を使って表面にまんべんなく塗ります。この時は厚さが均等になるようにまんべんなく塗ってください。すぐに210度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。高温で焼くことでまんべんなくきれいな焼き色がつきます。表面の割れ目模様のザクザクとした食感とふんわり生地との2種類の食感が楽しいパンです。二次発酵で発酵不足や過発酵だと、オーブンの中で生地の伸びがうまくいかず割れ目がつかない場合があります。大きさを目安にこまめに確認をしてください。ふわふわの生地にチーズクリームがよく合います。プレーンの方はそのままでも美味しいですが、サンドイッチなどにするのもおすすめです。表面のトッピングとパン生地の違う食感が楽しいですよ。ぜひ作ってみてくださいね。作り方のまとめ。バターをお湯に溶かしておく。生地の材料を容器に入れて混ぜる。生地を広げて15分休ませる。生地を伸ばして畳んでを10回。2倍になるまで一次発酵。ガス抜きをして6等分に分けて丸める。半分は何も入れずに丸め直す。残りはチーズクリームを包む。2倍になるまで二次発酵。表面にトッピングの生地を塗って210度のオーブンで15分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。